はい、皆さんこんにちは。大勢です。本日ですね、私はですね、韓国のですね、ヘアカットを試してきましたので、こちらのですね、お話についてしてみたいと思います。もし本日の内容にご興味ある方はです、最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started!はい、それでですね、早速、本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。以前ね、シンガポールに来た頃にですね、一度ね、ご紹介したと思うんですけども、QB ハウスですね。私も髪を短くし始めてから、誰がやってももう最近クオリティがね、あんまり変わらないように思ってきたので、日本にいた時はですね、ずっと美容院に行ってたんですけども、こちらに来てからはですね、もう本当に1000円カットぐらいでいいやと思ってて、QB ハウスとかに行ってたんですけども、1月にですね、引っ越しをしまして、今までお願いしていたQBハウスが結構遠くなってしまったので、最近はね、うちのコンドミニアムの近くにあるモールの中にある床屋さんに行ったんですけども、それが K カッツっていうですね、韓国の QB ハウスみたいなところがありまして、そこにちょっと行ってみようかなと思って、一昨日かな、初めて行ってたんですけども、皆さん見てもう分かるようにあまり変わらないと思いますけども、まあ、本当に変わらないクオリティでですね、できました。前回のところはですね、シンガポール人の方がこの QB ハウスで切ってくれてたんですけども、今回はこちらに住んでる韓国人の方が切りましたので、まあ、別にブランドが K カッツであろうが QB ハウスであろうが、結局こちらのローカルの人が切るので、まあ、あんま変わらないなということで、今回行きましたけど、矢の定質は別に変わりませんでしたので、今後はですね K カッツで行くことにしました。その方がですね、家からすぐに行けるので、私たちも散髪がしやすくなったというところで、今後はですね、この K カッツで行きたいなと思います。シンガポールにはですね、日本人が運営するヘアカットとかもいっぱいありまして、だいたいですね、$40ぐらいから120〜130ドルぐらいまでね、いろいろと幅があります。中にはですね、髭剃りをしてくれたりとか、スキンケアとかいろいろあったりとかして、まあ、いいとこもありますね。僕の場合はね、短いので、それで、ね、十分かなというふうに思ってます。ちなみに K カッツはですね、だいたい10分ぐらいでですね、$12、1,300〜1,400円ぐらいでカットしてくれるという感じなので、本当にそれでいけるなというふうに思いましたので、今後はですね、こちらの方でやっていきたいなというふうに思っております。ではですね、本日はこの K カッツについてのエクスペリエンス、こちらについてですね、ご紹介をさせてきました。もし本日の内容が良かったところは、いいねをお願いします。チャンネル登録、ホームでこちらの方からお願いします。X の方ですね、こちらの方からフォローして幸いです。また、響かせぐノウハウについてメルマガの方も配信してますので、こちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.